はい、どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ここです。今回も第50回ランク戦実況解説やっていきたいと思います。さあ、今回ね、PC マッチに潜っております。今回のお相手は、君の愛ボーイさんですね。君の愛ボーイさんとマッチングしたので、今回動画化しております。いやー、PC マッチね、めちゃめちゃ有名な方と当たるんですよね、やっぱり。まあ、君の愛ボーイさんしかり。まあ、伝説の D さんだったりだとか、まあ、なおさん、なおあっと YouTube さん。まあ、この方もカウボーイ使いなんですが、ナオさんだったりだとか、まあ、ニュルイさん、ニュルイさんはまだ当たったことないかな。いや、そこら辺のね、結構上位の PC マッチの有名な方とね、結構マッチすることが多いんで、PC マッチもね、なかなか楽しいんですが、沼さんとかね、本当に当たりたくない人で、オフェンス超うまいんですよ、あの人。最近オフェンス1位も取ってましたし、本当にうまくて。沼さんはね、できれば当たりたくないんで、PC マッチはね、ほどほどに潜っていきたいところですね。さあ、今回、お相手の編成確認していきましょう。玉芸師、祭司、まあ、アイボーイさんはカウボーイと、カウボーイ機械技師。今回ね、スポーン選択があるので、まあ、機械技師をしっかり狙っていきたいなといったところでしょうか。さあ、機械技師が2階建てに湧いて、カウボーイが始発と、ここでね、スポーンをあらかじめしっかりと覚えておくことで、まあ、救助ルートの予測だったりだとかが結構しやすいので、ここの精度でね、しっかり、まあ、サバイバーの方がどこにいるかっていうのを確認しておくのが一番いいかなって思います。さあ、初手はしっかりと、機械技師の方を狙いながらね、まあ、救助狩り等々挟んでやっていきたいなと思います。さあ、対戦よろしくお願いいたします。さあ、やっていきましょうかね。まあ、機械技師ね、この2階建てのスポーンの何がいやらしいかっていうと、どこに湧くか分かんないんですよね、個人的に。ここ、外側に湧くときもありますし、中に湧くときもあるので、いかんせんね、どっちからサバイバーが来るのか分からないから、ショットマップがちょっと若干しづらいっていったところなんですが、ここは、まあ、無難に中に飛んで、機械技師と鉢合わせることができたんで、機械技師をしっかり追っていきます。さあ、読み合い読み合いといったところで、ここは感謝今回採用しているのでね、板間はしっかり見てからでも攻撃間に合いますよといったところでしょうか。さあ、早めのダウン取りたいですね。機械技師のロボットが出ていることはまあ確定しているので、ここは早めのダウンを取ることができました。さあ、相当いい初動なのではないでしょうか。機械技師のね、まあ、パペット壊せてないのがちょっと残念なところではあるんですが、さあ、カウボーイ90に来てる。まあ、指名手配音はあんまり良くないですね。見えてるキャラクターに指名手配がついても意味ないので、本当はね、ここはね、まあ、祭司とかについて次の救助ルートの予測をしたかったんですが、さあ、ここは一撃しっかり入れることができたので、救助狩りすることができるのではないかと思ったんですが、ここね、読み負けちゃいましたね。ここ、まあ、仕方ないと言えば仕方ないんですが、ここ普通に考えたら引き打ちが安定なんですよね。まあ、もし仮に引き打ちをした場合、まあ、相手が倒してこなくても、まあ、もし仮にね、相手が倒してこなくても、まあ、相手は救助することができないので、まあ、それをね、引き打ちを正直繰り返してでも全然良かったんですけどね。まあ、ここはちょっと焦ってしまいましたが、さあ、ただ、ここはしっかりカウボーイを狙っていきます。ここで極芸師ではなく機械技師ですね。機械技師をまあ、釣ってしまったらまあ取られてしまう可能性もありますし、もし万が一取られなかったとしてもね、時間かかってしまうので、ここはカウボーイをしっかりとダウン取っていきましょう。まあ、板がないことも確認しているので、さほど時間はかからなかったのでナイスな判断でしたね。さあ、機械技師釣ってしまいましたが、ロボがあるのでちょっともしかしたら通電するかもといったところですが、ここ救助狩りとかしっかり挟みたいですね。さあ、ここはしっかり一撃入れましたが、まあ最初なんで、まあちょっと救助はされてしまいそうですね。ここはできれば、祭司ではなく機械技師トンネルしていきたい。祭司はね、ダブルダウン取った時の恩恵がまああんまり高くないのでね、回復も早いですし、ロングワープとかもつながれちゃうので、まあそんなに美味しくないんですが、さあ、ここはダウンを取れるか。ため攻撃、ベルを当てたんですがね、ここうまい、ここめちゃめちゃうまかった。さあ、ただ、機械技師ね、ベルの調整失敗で、まあ、カウボーイ下ろせたので、ここは椅子が近かったのでね、パパッと椅子に振ってしまいましょう。さあ、1人
飛ばすことができて極限値の場所も分かりましたね今ので。ここは3位しかカウボーイを追っていきたいところなんですが、まあカウボーイね見えたのでカウボーイの方に飛びました。いやここもねしっかり見てるわ。うん、ちゃんとね本当は、まあ、見られてないと思ってしっかり安直に飛んだんですが、ここはしっかり目視されていましたね。さあただここは、まあ、ライトセーバーのおかげでね早めにダウンを取ることができて暗号機残り2台。ただねこれ通電しそうなんですよね。この速さでダウンを取ったとしても結局ね機械技師のパペが結構回していたので、まあ、通電する可能性の方が高そう。さあここはインチキをされてしまいまして、まあ一撃負傷を与えておきましょうか。さあこれで全体負荷の完成。とりあえず誰でもいいからダウンを取ってしまいたいが、まあカウボーイの方が取りやすいかな。さあちょっとね極限に目移りしつつ、ここマジで極限強くないかここは極限強すぎないか。さあここうまい引き打ちしっかりしましたが、解読早すぎないこれ。解読早すぎん本当に。でここは、しっかりと黙るね距離を取られてしまいますが、読み合い勝ってねどうにか早めにダウンを取りたい。いやー縄で避けられる。読み合い。さあここ遅乗り子になってくれたの助かりましたね。さあもう正直釣ってる余裕はないので、ここは釣らずにね狙っていきたいですね。さあロングワープ先に誰かいたのか確認したので極限死ダウンを取りました。さあまあ間に合うかどうか、まあ歩いていきましょうか。カウボーイね多分騎士官入ってるんですよね。ダウン取った時に騎士官入っているの分かっているので、ここは、ダウン放置しておきます。さあ極限死間に合うかどうかといったところでしょうか。極限死を釣るのね、うーんいや通電がね早すぎる本当に。機械騎士機械技師結構早めのダウンだったんですけどね、それにしても早いですねだいぶ。さあただ祭司の方もいるのでこれは有利な展開にはなっていると思います。さあ間に合うよね。極限師つってロングワープはさっき壊したんで、まあ、多分新しく繋いでいたロングワープなので、うん問題ないかなと思いますが、さあ耳鳴りはするがどこにいるかがわからない。そう耳鳴り消えた。いやどこにいるんだろうなと思って、ここ今めちゃめちゃ索敵しますね。索敵して救助されてしまうと、まあ、本当に負け筋になってしまうので、ここは救助絶対されたくない場面なので、まあ、若干ねキャンプ寄りにするんですが、これ多分救助いってるんですよね。カウボーイの救助、まあ、ここに今ワープが貼ってあるの確認したので、これはもう確実に救助いってるなっていうのが分かって、ただ耳鳴りがするのでね、さすがに逆ゲート始発の方は開けないだろうといったところで、ここ読み合い負けてしまう。いや救助されるときつい、救助されるとだいぶきついから、ここはワープで、とりあえずねお茶を濁していきます。さあ救助できないんじゃないかこれで。祭司いるが、読み合いベルが避けられてしまうが、ここねカウボーイ狙うしかないので、ここは一撃祭司投げてきます。さあこれはでもハッチないんじゃない、ここ絶対縄避けなきゃいけない場面なので、縄から隠れてねオートエイムを外しておきます。さあここはしっかり、ベロを当てることができたので、読み合いにしっかりと勝利して、これは勝ちかな、これはさすがに勝ちかな。いや祭司の解読、あ祭司って解読早くないもう相当早めのねダウン取ったんですが、やっぱりねちょっとでも時間食ってしまうと、このようにねもうすぐに通電してしまうので、そこら辺は気をつけなければいけませんね。さあこれはベルでしっかりとワープを落として対戦ありがとうございました。それでは2試合目もどうぞさあやっていきましょう。マップ赤の境界ということで、まあここは上下ですかね、上下で上下監視者でいきましょう。どうしようかな、呪術シールから俺の獣採用で上下無常でいきましょう。さ
さあ対戦よろしくお願いいたします。マップ赤の境界ということで、このスポーンはね中央の方に飛べば、まあサバイバーがいるっていう感じですかね。ちょっと墓守、うん、悪くない。スコップキャンセル等々させてもらえると助かるんだがここは一撃食らってくれそうですね。ただ墓のな、墓の墓守強いからな。見た先倒しの、あ、オッケー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 。板は絶対割ることを推奨します。オッケーオッケー。結構早めに存在感溜まった。こっちかさ出して、オッケー、いいダウン、早めのダウン取れた。ダウン機多分南が溜まったのかな。あ、南じゃない、北、北が暗号機に上が溜まったと見えた。多分北から来るはず。あー、いた、踊り子だ。おとりかなこれ。2つ入れ止まったんですよね、これだよね。本命はこっちだ。ただしっかりね2つとも、ここは入れ替わって球根入れちゃいましょうか。まあ、変に稼がれても嫌なんでね。ジュ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 来てる。感謝置いて、うん、墓はちょっと後々稼がれそうなんで墓から離してしまいましょう。お前は解読を回せ。そこの1スタンだけ使わせちゃいましょうか。まあ、フライホイールはまあ分かっていたんでいいんですが。OK。1スタン。え？それは死に救、死神救助なのでは？うん、撃ち抜く。いや、それ意味ある？惜しい。OK？ いや、そう、これがあるからね、呪術師の粘着はまあ別に悪くないといったところなんですけどね。まあ粘着自体は鬱陶しいですが、まあ飛び、なんて言うんだろう、暗号機の解読が相当回って いるわけではないので、まあ、すぐに通電するっていうわけじゃないのでね、これで試合展開早められるっていうのはなかなか、まあ、美味しいところなのかなとは思います。さあ暗号機は残り1台、墓を回しに行ったのかな多分。踊り子か。あー、なるほど。じゃあこれは真理に投げ飛んでも構わないですかね。ジュジュはちょっと時間食いそうなんで、ここは真理にタゲを変えてしまいましょう。でなおかつ回してる暗号機のね方に、まあ踊り子のいるところにまあ寄せてしまいまして、で潰して感謝で、ジュジュをね追っていきます。 OK。 おいしいおいしい。墓かな、墓の方に行ったので、地下あるかな、地下ないか。ちょっと話しましょう。すぐに多分墓を回し始めると思うんで、ここはあえてね離して、もうちょっと球場にはこ来づらくね。あー、なるほど、結構回ってんのかってなったら、ここは踊り子ですね、しっかり。
オッケー。43でついちゃうな、これ。だよね。うん、まあダウンは取れる。まだつかないでしょ。まだ開かないでしょ。中間サバ。オッケー。よし、これは術師飛びだよな、確か。オッケー、逃げてくれたので、これは勝ちですね。対戦ありがとうございました。